つまりあれだよ、ほら人間長い間生きてりゃいろんなことにぶつかるだろな。そんな時に俺みたいに勉強してないやつはこの振ったサイコロで出た目で決めるとか、その時の気分で決めるよりしょうがないな。ところが勉強したやつは自分の頭できちんと筋道を立てて、はてこういう時はどうしたらいいかなと考えることができるんだ。だからみんな大学行くんじゃないだろう。久しぶりにきちんとしたこと考えたら頭痛くなっちゃった。